はい。それでは始めていきます。えっとですね、理算最適化基礎論っていう、あの、情報ネットワーク工学専攻の授業になりまして、えっと、担当の岡本です。で、あのですね、あの、教室に来ている方は私、私はあの、ヘッドホンというか、あの、ヘッドセットつけてるんですけども、あの、一応、あの、ズームでも、あの、流してる形になります。で、あの、でも基本は、えっと、教室です。で、あの、ズームは、どちらかというと、その、非常用に、 出してるっていう意味合いと、あと、その、ま、あ録画をするので、ま、あその、録画するんだったら、もう、あの、流しましょうって形で、ズーム使ってるって形になります。ってことなので、ま、あ基本的には、皆さん、あの、教室に来て授業を受けてくださいという授業になります。で、それで、えっ、ー、とですね、なんでしょう。ま、ああの、授業は、あの、録画して、後で、公開するという形になります。で、あの、 これですね。まあ、あの、大学院の授業なんですけども、あの、学部、学区域の人も、ま、一応取ることができる、大学院連携科目になっているということになっております。で、もう一度言いますけれども、一応、あの、教室で受けることが、えっと、基本なので、ま、あかネットワークの不調とか、さっきほどもちょっとなんか u s b i にちょっとなかなか繋がらなくて、ちょっと苦労したんですけども、ま、途切れ途切れになる可能性もあったりしますが、それはご了承ください。あの、私の、えっと、コントロール範囲を超えてると。 いうつもり。だから、あの、基本は教室。だから、教室に来れない人は、まあ、申し訳ないけども、自己責任で、えっと、オンラインで受け,受けてくださいという形になります。はい。でですね、えっと、この授業はどういう授業かということなんですけども、これ遅れるかな遅れましたね。えっとですね、講義概要はですね。えっと、理算最適化における一つのトピックを集中的に学ぶっていうのが、もう、これ概要にも何もなってませんけど、まあ、こういうものです。で、あの、この授業はですね、実は、毎年内容が違いまして、 ま、毎年内容違うようにやってるんですけども、だから、あの、今までですね、この授業多分10回ぐらいやっていて、あの、10回ずっと違うぐらい、だっ違う内容をやっています。で、あの、離散最適化の基礎って何なのか私もよくわかんないですし、まあ、そもそも私離散最適化研究してるつもりはもっとないんですが、えっと、まあ、離散最適化についてやってるという形になります。で、あの、今年度はネットワークフローっていうものを扱って、特にですね、そんな中でも古典的な最大油と最小費用油っていうものを扱います。 で、実は、ね、最大流と最小用流っていうのが何なのかってことは今日定義をするんですが、えっとですね、古典的な問題であるにもかかわらず、今なお研究され続けているっていう不思議な問題で、えっと、あそういう意味では、未だにある意味では未解決。で、たくさん研究されているっていう、そういうものです。で、その未だに研究されている、そのもうあの最先端の話をすることも、は、えっと、この講義の主眼ではないですし、私もそんなこと知らないので、 えっと、あ、ちょっと、なんか知らないとかっていうと、これ後で僕が残るんで、あんまりちょっと余計なことを言うとですね、いけないかもしれませんけども、まあ置いといて。それと最先端の話をするわけではない。だから、この最大流と最小費用流って話の中でも、特に古典的な課題。だから、問題も古典的です。だし、この授業で扱う内容も古典的です。だから、そういう意味では、こんな古典的なことやってどうするんだってことになるんだけども、まあそれは後で、なんでこういう古典的なことをやるのかってことは、言ってきます。で、えっとですね、 で、まあ、この最大量と最小表流っていうのは何なのかってことは今日、ま、定義するということになります。はい。でですね、まあ、最適化問題っていうのは、なんか、ま、回想をなしてるんですね。あの、いろんな最適化の、ま、問題のクラスっていうものがあって、で、ある問題は別の問題の特殊な場合だったりとかっていうような形になったりします。で、これはペンか書けるかなと。ちょっと。よいしょ。はい。 ええとですね、まあ、あの、最適化っていうふうに一般的に言われるものはなんか今がたくさんあるんですけども、その中でも、あの、非線形最適化とかって呼ばれてるものがあります。で、その中に線形最適化がある。非,非線形の中に線形があるって何なんだっていうふうに思うかもしれませんけども、大体ですね、非とかですね、不とか作るものは何かっていうと、数学的には大体それを含みます。非線形は線形を含む。 もう日本語としてもう破綻してる気はするんだけども、まあそういうことになってます。ただ、非線、線形関数は非線形、あ、これはおかしいから。えっと、言い方変なんだけども、まあ、非線形関数ってものがあるとして、それ定義すると、なぜか線形関数もそれに含まれてしまいます。っていう、不思議なことが起こるので、まあこういう、その非線形最適化ってものの中に、まあ線形最適化含まれることになるんだけども、特に、あの、今回はつくとこの最小費用流とか最大流っていう問題があるんですが、これは実はこの線形最適化と呼ばれている問題の、あの、部分的な、 クラスになっています。だから、これ、あとでこの講義でも扱うんですけども、まあ、線形計画法というものがありまして、線形計画法っていうのはこの線形最適化をまあ扱う分野なんですけども、この線形計画法とは線形最適化の知識を使うと、もうすぐにこの最小費用量とか最小量っていう問題が解けてしまいます。っていうのが一つお伝えすること。 この授業15回ぐらいある中で、まあ一つ鍵になることです。ただ、その時の解き方は、この線形最適化のアルゴリズムをそのまま使うんじゃなくて、線形最適化の考え方を使って、最小費用流っていう問題や最大流っていう問題に対する独自のアルゴリズムを作ってきます。で、それが何なのか、その考え方を使ったアルゴリ,ルゴリズムを作って何なのかってことが重要で、実はそれが割といろんな えっと、理算最適化問題や組み合わせ最適,化最適化問題に対して使える統一的な方法論になっています。だから、この、えっと、講義の裏の目的は、最大や最小費用という問題を通して、線形計画法とか線形最適化っていう手法を使ってアルゴリズムを構築するっていうことが何なのかってことを知ってもらうってことになります。だから別に、まあ、最大や最小費用量っていうものを、 特に扱いたいわけではないというと嘘になるんだけども、えっと、半分はそれで、もうその半分は、その線形最適化っていう方法論が、その理算最適化とか、ネットワークの問題にどのように活かされるのかってことをお伝えしたいということになります。あれ、や、先ほどやった時のじゃちょっと、これほん、これ白紙ではなくてですね、これページがあるんですけど、これさっきやった時にうまくいったんですけど、なんか挙動が不審で、ここには何か図が出てきます。で <laughs> 図が出てこなかったんで、ちょっと書くと <laughs>、すいません。えっとですね、今こういうふうにその、あの、方眼関係がこうあるっていうふうに書いてるんですけども、これ方眼関係はどういうことかっていうと、だから上に書いてあるものほど一般的な問題なわけです。だから問題の難しさ。難しさを考えると、一般的な問題ほど難しいわけです。だから上にある問題ほど難しくて、 下にある問題ほど優しいわけです。解きやすいで。そういうことになってます。で、難しいとか優しいとかっていうのは実はそのまあ計算理論とか計算複雑性理論の概念を使ってちゃんと数学的に形式化できるんですけども、それはこの講義の主眼ではないです。だからまあ、あの、お伝えしたいことは、まあ、この講義で扱うのは割と優しい問題を扱うんだっていうつもりでいてくださいってことです。ただ、それはアルゴリズムの記述が簡単だという意味ではありません。 アルゴリズムが早く走るっていうことを意味するだけで、アルゴリズム自体は割とややこしいかもしれない。ので、まあそれはこの授業の中でどういうものなのかということをお伝えしていくということになります。で、一方で、上の方が、上の方に書いてある問題の方が一般的な問題なので、何か皆さんの手元にある問題を定式化しようとかモデル化しようと思うときには、上に書いてある問題を使ってモデル化する方が簡単です。だからそのモデルとしての記述力ですね。 モデルとしての記述力は上の方が高くて下の方が低いってことになります。だから見つみ方するとこの最大流問題とか最小費用流問題によって解決できる問題っていうのは非常に限られます。一方でそういう問題は解きやすいので万が一が言うと怒られますけども万が一ですね。皆さんの手元の問題が最大流問題とか最小費用流問題でモデル化できるようなものならばそれは簡単に解けるので非常にありがたいわけです。だから ラスさんは、まあ、いろんな、あの、勉強をすることあると思いますけども、まあ、手元の問題があるときに、それをなんか最適化問題として,してとこうと思うときに、できれば、この、ま、階層における下の方のクラスの方の問題で定式ができると、それは解きやすいので、嬉しいことになります。で、上の方の形で、モデル化するのは割と簡単なわけです。 でもそ、その、その、簡単な形でモデル化しちゃいちまうと、解くのが難しいので、まあ、大規模な問題が解けなかったりとか、非常に限られたものしか解けなくなったりして、困ってしまうということになったりします。だから、それは、その、アルゴリズムとしての良さっていうのと、モデルの技術力の高さとしての良さっていうのが、まあ、割とそのトレードオフになってたりするので、皆さんが手元にある自分の問題を最適化問題として解こうとか、ソルバーを使って解こうとかって思うときに、どういう、そ,その、位置の問題として、モデル化できるのかとか、どういうアルゴリズムが使えるのかってことに応じて、いろいろと考えない ただ、この授業は、その、どのように皆さんの手元にある問題をモデル化するのかってことは主眼にはなくって、モデル化された後の問題をどのように解くのかってことを主眼に考えていきます。ので、その点はご注意ください。だから、万が一、ばっかり万が一、皆さんの問題が最大流問題とか最小漂流,流問題で書けた場合、こうやってやれば解けますよっていう話が出てくるということになりますし、先ほど言った通り、まあ、そうじゃなかったとしても、ある種の中、形で書けた場合に、その、 問題を解くためのアルゴリズムを設計しようとするときにもしかしたら選挙最適化の手法が使えるかもしれないという話をしていきます。はい。それで、これが、これが次のページにあるはずだったんだけど、それはまあなかった。えっとですね、えっと、この今投影している資料はですね、あの、事業ウェブページにあの、掲載しているので、それを見ていただければ、このファクに何があったかってことはわかるということになっています。で、 えっと、本国の目標は2つありますと。まあ、先ほど言ったことにもなりますけれども、この線形計画法を通して最大流問題と最小流問題の問題の性質っていうのとアルゴリズムを理解する。で、先ほど言ったとおり、これはですね、理算最適化とか最適化の分野においては非常に古典的な話です。もう話が大体もう1970年代、80年代で終わってるぐらいの話。皆さん生まれる前に終わってる話をします。 残念ですね。<laughs> もう、だから、なんでこんな話をするのでということになるかもしれませんけども、まあ、これ古典的な話、まあ、基礎的なことなので、こういうことを、あの、話しようと思ってます、ということです。まあ、一部90年代の話もあるかもしれません。で、もう一つ、この最大流問題や最小共有問題を通して、典型的なアルゴリズムの設計技法や解析技法を習得するということです。で、特に先ほど言った通り、線形計画法を用いてアルゴリズムを作るとかっていうような方法論があります。で、それが何なのかってことを、ご紹介したい、ということです。 で最後にメッセージが書いてありまして、数学的な考え方からアルゴリズムが得られるということです。皆さん、んアルゴリズムっていうのは、適当に考えてポンと生まれるものっていうふうに思ってるかもしれませんけども、そうではなくって、数学的にですね、問題の性質っていうのを見極めていくと、その性質からですね、アルゴリズムが自然に得られます。今、半分嘘を言いましたけども、ほぼ自然に得られます。こうすると、まあ、半分が75%ぐらい、いや25%ぐらい減るんですけども、えっと、ほぼ自然に得られます。で、その、ほぼ自然に得られるっていう雰囲気を味わってほしいっていうのが、この、 半年間の目標になります。この授業の目標になります。はい。それで、まあ、スケジュールなんですけども、今日10月3日ですね。で、まあ、えっと、10月1 4日、これいわゆる体育祭って日があるので、これ休みになります。えっと、来ていただいてもいいですけども、来ても誰もいません。という日です。ごし、えっと、ご了解ください。で、えっと、まあ、11月までが大体前半。で、ここまでに、まあ、その線形計画法の復習を挟みながら、最大流問題の方は使いますいう形になります。 で、まあ、なんかいろんなこと書いてありますけども、まあ、それについてご紹介するっていうのが前半のお話です。で、後半12月から始まって、で、後半はですね、12月5日ちょっとこれ出張でいないので休みになります。で、後半がこの最小日用売り問題の話になるという形になります。えっと、1月30日は、これ休み見て書いてありますけども、えっと、学児劇場は、これは金曜日の授業を行う日になっています。 ので、皆さんは授業があるかもしれませんけども、それは火曜日なんだけども、金曜日の授業を行う日になっているので、それは注意をしてください。ちゃんと学事歴を見て確認をしてください。という形になります。で、今の予定では12月26日は授業をするんですけども、これはおそらく、えっ、ー、と、オンデマンドになると思います。私いません。ので、えっ、ー、と、動画だけ前もて撮っとくので、それを皆さんには見ていただくという形で考えています。今のところ、よろしいですか で、えっと、これいうスケジュールでやっていこうと思います。はい。で、えっと、まあ、基本的な情報をこの授業についてお伝えします。えっと、教員は私、岡本です。で、えっと、講義のウェブページ、ここにありまして、まあ、ここ見ていただくと。あの、Google Classroom は、えっと、まあ、コードがあるんですけども、それを見ていただいて各自が登録していただく必要があるんですけども、まあ、そこからでもこの講義ウェブページ、たどれますし、この講義ウェブページはシラバスからもたどれます。はい。で、ここには、えっと、いろんなものが、えっと、載せられます。今、皆さんに見ていただいている講義スライド、これそのものが載ってます。 まず、あの、ま、間違いがあったりする場合は、後で修正するかもしれませんけども、それはそのまま載ってますので、見たい、じっくり見たい場合は、そちらから、えっと、入手してください。あとです。先ほあとあとで言いますけども、コメントっていうのがありまして、その回答もこちらに載せられます。はい。で、えっと、この講義、法律、事業、 の評価はレポートで行うんですけども、レポートの取材はこちらで行われるという形になります。レポートの提出は Google Classroom で行うという形になるんですけども、レポートの取材はこの講義ウェブページで行われるという形になります。まあ、その他、その関連情報もこちらで、えっと、提供するという形になりますので、こちらの方をご覧くださいということになります。で、なんかその講義スライドとかが、あの、載せられるたびに何か、あの、皆さんに通知が行くとかってことはないので、えっと、まあ、頻繁に、まあ、1週間に1回ぐらいはこちら見ていただくと。 いう形にしていただければというふうに思います。はい。で、それで、えー、っとですね。各会はどのように進行するかという流れです。今、まあ、10時40分に授業が始まります。で、まあ、これ90分の授業なので、12時1 0分に終わるんですけども、私は90分このスピードで、このあのバイタリティで話し続けるという記録がありません。そのため、 えっと、中間にあの休憩を設けないと私、あの、倒れてしまうので、休憩が、あの、必ず設けられます。で、私の気分では11時20分頃に3分ぐらい休憩があります。で、3分を測るためのタイマーがあって、この PC にはそのタイマーが入っていたはずだったんですけども、先ほど見たのがタイマーがなくなっていたので、今日はタイマーを使わずに適当に3分測ります <laughs>。という形で休憩があります。まあ、次回からは多分タイマーが出てくるという形になります。 で、まあ、3分ほど休憩をした後に授業を再開して、12時10分に終わるという形になります。で、重要なところ。授業が終わったところに、このコメント投稿というのがあります。皆さんにはですね、この授業が終わったところでコメントを投稿していただくっていう重要な、えっと、プロセスがあります。で、これを必ず行ってください。これが何なのかは次に説明します。で、まあ、このコメントは、えっと、13時までに、えっと、投稿していただくという形になるんですけども、まあ、それによって、まあ、あの、皆さんからのフィードバックを私が得て、えっと、 お答えするという形にしたいと思います。まあ、こういう予定でおります。で、これは毎回こうなるということになります。はい。でそれで、えー、っと、この、コメント何なのかっおそらく今回分は10時10分に、えー、っと、プロフォームが立ち上がるように、 えっと、スケジュールされていて、もうすでに立ち上がっていると思われるんですけども、私は確認してませんが、今インターネット接続が不安定だったんですけど、大丈夫ですかね。はい。えっ、ー、とですね。で、このフォームから、まあ何でもいいので投稿してください。この、えっ、ー、とまあ90分。 授業を受けて、まあその中でなんか疑問に思った質問とかをここに投げかけていただいてもいいですし、なんかその授業の資料に何か誤植があったからこう間違ってますよっていうふうに指摘していただいてもいいですし、まあただ感想でもいいですし、なんか授業に対して要望があれば言っていただいてもいいですし、こんなの消しからんとなんか文句があったらそれ言っていただいても構いませんし、まあ何でもいいです。雑談でも構いません。何でもいいので、とにかく何かを送ってください。 何かをることが重要で、えっと、私、これを生き甲斐に来ています。あの、皆さんからの、この、あの、投稿、このコメント生き甲斐に来ていて、これがないと私、まあ、死んでしまうとは言わないけども、とこれ後で YouTube に、あの、流れるので、死んでしまうとかっていうと、これもしかたあの私、アカウントがなくなってしまうかもしれませんが、それ置いといて、生き甲斐として来てますので、えっと、ぜひ、あの、これは、ぜひとうかも必ず、このコメント投稿していただいて、で、その、あの、投稿していただいたものに私、あの、返答します。で、その返答は先ほど言った講義ウェブページでお答えするという形になりますので、必ずこちらに、 投稿していただいて13時までに。まあ何でもいいのでよろしくお願いします。で、これはあの匿名で収集しているつもりになってます。という設定はしてるんですけども、ちょっと初回ちょっとうまくいってるかどうかわかりませんが、匿名になってるはずですので、あたらあの UEC クラウドアカウントで、えっと、アクセスする必要はあると思います。で、それでまああの、 えっと、投稿していただくという形になります。で、私、まあ、あの、もしかしたら、皆さんのコメント匿名で来てません、来てないかもしれませんけども、まあ、私別に誰からのコメントかとか気にしませんので、まあ、自由に送ってくださいということになります。はい。それで、えっと、評価はどのように行われるのかっていうと、2回のレポート提出のみです。先ほどなんかコメント毎回出しなさいと言っておきながら、コメントは出しても0点です。 だから、あの、私の生きがいを、あの、達成するためだけに皆さん犠牲になっていただいてコメントを出していただくということになるので、それは申し訳ないんですけども、やってください。ただし、まあ、その機会が皆さんにとって質問をするとかですね、誤職を指摘するいい機会だと思いますので、そういう機会を活かしてコメントを、えっと、活用していただきたいとは思うんですけども、一方、評価においてはコメントを全く無視されて、2回のレポートのみで、 評価されます。で、1回のレポートは50点満点で、2回で100点満点になるという計算になります。で、このレポートのみで評価されますから、例えばこの教室に来ていただくとか、ズームに参加する記録も取りませんし、えっ、ー、と、それも、えっ、ー、と、出ても出なくても点数変わりません。皆さんの存在、この教室における存在は0点です。 言い方はちょっと変ですけども、0点です。だから、あの、皆さん、レポート提出しないと点数にならないと思ってください。ただ、その成績を得る必要がある人は、ちゃんとレポートを提出する。えっ、ー、と、期限内に提出するということになります。で、レポートの詳細については、また、あの、時期が近づいたらご紹介するということになります。はい。で、注意点をくさいます。一つ、この授業では数学を使い数学的な証明もします。で、なんでかっていうと、 まず、えっ、ー、と、私いろんなことを述べますけども、それは割と数学的なとこ,ことを述べます。で、それを皆さんが論理を用いて検証できるってことが重要です。皆さん、あの、私からの口から発したことをですね、鵜呑みにしないで欲しいと思うわけです。で、割と数学的なことを、数学的なこと言いますから、それは皆さんの論理的な思考力を使って数学的にちゃんと検証できて欲しいわけです。で、それができるための材料は与えるつもりでいます。 ので、皆さん、その私が言ったことを鵜呑みにせずに、ちゃんと各ステップで論理的に正しいことをしているのかってことを検証しながら考えていってほしいと思うわけです。これ、一部の内容を私が独自に開発している場合があって、普通の論文とか教科書に書いてあることが外れて、いろんなことをこの場で初めて発表しようということが起こる可能性があります。 で、そういうものは往々として間違います。私かなりですね、待ち仕事が多くてですね、私まあ普段研究をすることもあるんですけども、たまにですね、一人で研究をしようとして、よし、できたと思って論文書いたりするんですけども、大抵間違ってるんですね。あの他の人に見てもらおうとですね、あ、間違ってますよと。まあ他の人の目にが、目が届く前に自分で間違いを発見する場合もあるんですが、この授業で発表することはですね、誰の目にも触れずにここで突然紹介するってことがあって、そういう場合、 往々にして間違ってる場合があるので、ぜひ、あの、間違ってる場合は間違ってるんだってことを指摘してほし,しいですし、そういうことを検証するんだっていうつもりで皆さん望んでください。よろしくお願いします。で、もう一つ、証明という技法を皆さんは身につけるべきです。ので、それは、えっと、まあ、数学として証明ってものがあるんだっていうふうに思うかもしれませんけども、皆さん実は、日頃いろんなところで証明のような論理的な思考をしてほしいと私は思ってるわけです。論理的に考えるっていうのは、まあ、イコール証明だと私は思ってます。ので、そういう、 ま、この、ま、批判的思考とか論理的思考っていうのを、この授業では、一つの皆さんが体得すべき技術だと思って、皆、あの、望んでほしいと思いますし、私もそのつもりでこの講義を設計して授業を行っていくつもりでいます。ので、よろしくお願いします。はい。で、もう一つ。先ほどなんか、この授業では、アルゴリズムの設計とか解析とかってことを行うっていうふうに言ったんですけども、プログラミングは行いません。で、別にこれは、ま、いろんな理由があって行、あの、 深い理由があって、プログラミングを行わないっていうわけではないんですけども、まあ、一つの理由は、まず、まあ、私自身はプログラミングできない。っていうと、まあ、怒られるというか、これ半分嘘だから <laughs> 怒られるんですけども、まあ、私自身あんまりプログラミングに興味がない。あ、これも怒られる。ちょっと、その、んか YouTube に残ることをあんまりこう、あの、あれですよね。あの <laughs>、 低速に発言するべきではないんですけども、まあ、プログラミングしてもいいんだけども、そんなに真面目にすることがなくって、真面目にプログラミングしたことがないので、あんまりそういうものを皆さんにお見せすると、皆さんに対する悪影響が強いと思って、そういうことはあえて行わない。あ、これがいいですね。<laughs> ということになりまして、えっと、わざわざそのプログラミングとかは、皆さんに対して示さないことになります。で、むしろ皆さん、あの、勝手にプログラミングしてください。あ,あ,あの、アルゴリズム提示します。皆さん、それを見れば、もし、あの、 プログラミングできるはずです。ので、まあ、プログラミングすることに興味がある方は、ぜひ自分でやってくださいということになります。で、むしろ、そういう、だから、授業の内容から皆さんが勝手にはみ出ていくことが重要で、それは皆さん勝手にやってくださいということです。で、これ勝手にはみ出ることによって、はみ出ました。0点です。<laughs> はみ出ることによって皆さん、点数になりませんけども、それによって、授業の内容が深く理解できることになると思いますので、ぜひ、あまあ自由にはみ出ていって、プログラミングに興味がある人は、ぜひ、プログラミングもしていってください。よろしくお願いします。はい。それで、 えっと、今日の内容にここからも入ってくんですね。で、えっと、ここまでが、えっと、まあ一応、ガイダンス的な内容になります。で、もうこの時点でもうこの授業、もう、もう取る気ありません。もうこんな、あの人の話、こんな早口でついていける気がしないので、もうこの授業、あの、この教室には苦痛であるから早く抜け出したいという人もいると思いますので、まあ1分ぐらい時間を取りたいと思いますので、そういう方はですね、まず、まあ、ま 抜け出していじゃあ、ちょっと1分ぐらい休憩をしたいと思います。時計、あのタイマー出ませんので、私は手元で測りまして、1分経ったら始めます。 はい。えっ、ー、と、だいたい1分経ったと思うので、えっ、ー、と、再開していくんですけれども、えっ、ー、と、あの、教室にいる方は別に、あの、質問があったら、あの、まあ、手を挙げれば挙げなくてもいいですけど、まただ、あたら、あの、言葉を発していただければ、それあの質問とかになると思うんで、えっ、ー、と、あの、自由に発言してください。で、あの、ズーで参加している方も、あの、チャットは、あの、の方、あの、見ながら、えっ、ー、と、授業をしてますので、チャットの方で質問していただいてもいいですし、あの、別に、あの、 挙手していただいても挙手していただいてマイクで発声していただくって形でも構いませんので、えっと質問があったらそういうような形でえっとしてください。よろしくお願いします。で、今日の内容はですね。まあ、基本的なえっと定義を行っていっていくことと、次回からの授業でどういうことを議論していきたいのかってことのまあ、雰囲気をお伝えします。で、まず、あのこの授業ではですね。あのグラフっていうのを扱ってきますので、まず有効グラフについて、基本的な定義と用語の説明をしていきます。はい。 していきますね。進まなかったので、もう一回クリックをしまして、していきます。はい。で、有効グラフといったらこういうものです。でも、まあ、こういう図ですね。こういう図,、まあ、図のことを有効グラフっていうふうに言ってしまうと、よろしくないかもしれませんけど、まあまあこういう図で表されるものが有効グラフです。で、まあ有効グラフっていうのは、あの、えー、とちゃんとその数学的に定義されるんですけども、その時には集合を使って定義します。でですね、えっ、ー、とまあ皆さんが知っているような用語を使うとすると、まあこの左側の有効グラフ。これはその6個頂点を持ってる。 形になっています。で、まあ、その、いくつかの頂点の間に、これ矢印が引かれてると。こういう形になっています。で、今後ですね、この、あの、この点のことはこれ頂点と呼んでいって、この矢印のことを、こ、というふうに呼んでいきます。それで、次。ですねこ。こういうふうに呼んでいきます。まあ、英語では、バーテックス、このことをアークと言います。あ、ちなみに、バーテックスのですね、複数形、これ Vertices。になったりします。 ちょっと、あの、あんまり、なんか、カタカナで書くのが、あの、気が引けるんだけども、まあ、v ー r t i e s ですね。だから書かないんですけども、まあ、発音 v ー r t i e s になったりします。で、まあ、アークは、まあ、続きは、まあ、普通にアークスです。で、えっ、ー、と、まあ、その、まあ、その、頂点と個で、あの、構成されるものが有効グラフになります。で、えっ、ー、と、右にはなんか別の有効グラフ。 を描いているように思えるんですけども、実はあの右の有効グラフは左の有効グラフと同じものになっています。で何が同じかっていうと、その頂点が同じ、個が同じです。ど、どの、どこに矢印があるのかっていうあり方が左の図と右の図で全く同じになっています。例えばですね、この V5 から V6 に矢印。 個があるんですけども、それはこの右の図においても V5 から V6 に向かって個があるっていう形になっています。で、他のところを見ていただいても、まあちょっと見にくいかもしれませんけど、そうなっていると。V3 から V5 に個があるんですけども、右の図でも V3 から V5 に個があるという形になっているということになっています。だから、その、えっと、左の図と右の図は同じ有効グラフを違う図で表現しているというふうに思ってほしいわけです。で、 グラフを考えるときには、この図による表現っていうのはあんまり本質的ではないっていうふうに考えています。で、それを与える、その数学的な表現である集合としてどのように与えられるのかってことを気にするという形になります。で集合としてどういうふうに与えるのかっていうと、ま、あ、まずその前に、えっ、ー、と、個があったら、その個っていうのは、このま、二つの頂点を矢印で結ぶような形になってるんですけども、そういうときにはこ、ま、このま、これを、この、この、この個、 この子を A と呼ぶのならば、この子は V5 から V6 に向かって矢印が向いている場合には、この V5 と V6 をカッコで囲んでコンまで区切って書くという形にします。まあ、これは数学的に言うと、まあ、順序対と呼ばれるものですけども、まあ、順序対としてこのここは表現されると、数学的に表現されるということになります。で、えっ、ー、と、グラフ、有効グラフといったら何かというと、この頂点の集合とこの集合を 定めることによって有効グラフは定められるというふうに定義されます。で、えっと、この図に書いてある有効グラフの場合には V1 から V6 っていう頂点がありますので、それらを全部集めて頂点集合と言います。でこれですね、V1 から V6 集めてると。このあの、あの、波格好の記法は集合を書くための記法だったってことを思い出すということですね。で、この集合は先ほどのように、このあの、丸括弧で 二つ並べたものが個だったので、それを並べることによって、この個全部今ここに書いているという形になります。例えば V1 から V2 に個があるので、この V1、V2 っていうものがここにあったりするということです。で、まあ、図をじっと眺めてもらうと、ここに書かれている、描かれている個が全てこの個集合の中に、えっと、要素として含まれているということがわかると思います。 ので、それは、ちょっと、あの、後で確認をしてください。ということになります。で、この、超点集合と個集合を定めることによって、こういう有効グラフっていうのを定義するという形で行います。考えます。で、まあ、それが的にはこうなるというのが次のページです。有効グラフとは、ですね、有効グラフとは、順序対 VA で、V が超点集合、A が個集合です。で、えっと、この授業では、えっと、この V、超点集合は、えっと、有限集合にしていきます。そうですね。 V は常に有限集合と。で、A は V の順序対の集合なので、まあ、えっ、ー、と、数学的に書くと、V と V の直積の部分集合なんですけども、まあ、これはその先ほど言っていたその V の要素、頂点を2つ並べたものをたくさん集めてきたものっていうふうに、まあ、理解してもらえばよいです。数学的にちゃんと考えたい人は、この V と V の直積の部分集合 A であるというふうに思ってくださいということになります。よろしいでしょうか。これは、えっ、ー、と、定義です。 だから、今後、こういう気泡を見たら、これは有効グラフだというふうに思ってくださいと。で、まあ一応用語としては、V のことを頂点集合と呼び、V の要素のことをそのグラフの頂点と呼びます。まあ頂点のことを接点とか、ただ単に点ということもあるんですけども、まあこの授業では頂点と呼ぶことにします。あの、なんかグラフに関する用語って非常に揺れていて、揺れていてって言っていただけませんね。えっとですね、人によっていろんな用語を 使っていて、この教科書とかですね、論文とか、あの、人によって、あの、同じ概念を違う用語で呼んだりすることがあるんですけども、まあ、この授業では頂点という言い方をしてきます。で、まあ、皆さんは、ま、他の用語を使ってもらえてもかなっても構わないんですけども、私から何か発する場合には頂点と読むことにします。はい。でえっ、ー、と、こうですね。A のことを個集合と呼び、A の要素のことをこと呼ぶと。まあ、こと呼ばずにですね、あの、変と呼んだり、 枝と呼んだりする場合は、こというつもりで言いますけども、もしかしたらたまに間違って、辺とか枝とかっていうことがあるかもしれませんが、それは同じものだと思ってください。もう一つどうでもいいこと言いますけども、これ今、これ、あの、枝と呼びます。で、これ言うとこはあるけども、もうこれ,これ言っとかないと、これで YouTube にも残しておきたいと思うので言うんですけども、数学的なですね、数学の用語をですね、訓読みするっていうのは、 ちょっとば、まあ、まあ、適応を作る言い方しますね。センスがない。えっと、センスがない。だから、これ枝って呼ぶんですけども。で、特になんかこのグラフの用語なんかやったらとですね、国のみさせたがるんですよ。で、伝統的にもうそういうふうに決まってしまってるので、もう今更変えられないんですね。で、本当に困るんですよ。もう、だからだからだからあの、先駆者にちょっと本当に謝ってほしいと思うんですけども。<laughs> えっと、あの、なんでこんな国のみばっかりなのですかということになってしまって、本当に、あの、嫌なんですけども、 仕方がない。もうそういうふうになってしまっているので、えっ、ー、と、それはもう我々も、あの、先立ちはそういうふうに決めたんだから、受け入れるという立場で、今更用語は変えられません。ということで、枝という言葉がよく使われたりします。だから、あの、枝の集合、枝集合ってもう、もう何でしょうね。そんな日本語、あの、あって、よ、よよよよいのかということ、クーサすらちょっと疑問に思ってしまうものがありますけども、まあ置いといて、この授業では子集合とか子っていうふうに頑張って呼んでいこうと思います。 はい。こんなことを話していると時間がなくなるんですけども。はい。重要なので言ってきました。はい。それで、えっ、ー、と、個がありましたら、まあこういう矢印ですね。個がありました先ほど言った通り、この V5、V6 とかってこういうふうにそのペアで書くっていうふうに言ったんですけども、この矢印の、えっ、ー、と、始まりの方を始点、終わりの方を終点と呼ぶことがあります。これ英語では始点の方を、間違える可能性があるからやめようかな。あ、これ書いてあった。始点のテイル。 終点の方、ヘッドっていうふうに言ったりします。だから、その、あの、矢があって、矢があって、だから、英語で言うと、こっちがテイル、こっちがヘッド。ですよねってことですね。で、テイルが視点、終点がヘッドです。もうちろん、えっと、視、えー、点がテイル、終点がヘッド。これなんか、ごっちゃになりそうなんだけども、まあ、あの、図のイメージをそのまま、あの、英語、日本語にしていただければ、正しい英語、日本語が出てくると思ってください。だから、なんか、 あの、この矢印に向かって進むと思ったら、出発点が始点で、到着点が終点です。ということですね。はい。であそういう言い方もします。はい。で、それで、えー、っと、この次、気泡かなあ、気泡じゃなかった。じゃあ、えー、っと、今、じゃこういう図で表される、こういう図で表される、あちょっと待って、ね。今の変なこと こういう図で表される有効グラフがあるとしましょうと。で、これはですね、ちょっと見にくいかもしれませんけども、V1, V2, V3, V4, V5, V6 っていう6個頂点がある。だから、V1, V2, 点々点 V6 っていうのが、えっ、ー、と、頂点集合なんですけども、じゃあ、このグラフの固集合なんです。ちょっと皆さん、じゃあ、ここ今からですね、休憩を3分ぐらい、私が取ってる間に、この、 グラフの補集合が何なのかってことをちょっとあの書いてみてください。じゃあ今からじゃあ3分ぐらい。私は休憩で、で皆さんは休憩じゃなくって残念ながら今からこれにあの、ちょっとあの、作業をしてもらうという形にしたいと思います。じゃあまあ3分ぐらいちょっと考えていただいて、この図を見てですね、固集合っていうのは先ほどの記法に従って書くとどうなるのかってことをちょっとあの書いてみて、あて元で書いてみてください。まあそれ次のページに行くとですね、答え書いてあるんだけどもまあそれを見ずにですね、皆さん自分で考えてみてください。じゃあ3分ぐらい時間取りますのでよろしくお願いします。 えっと、あと30秒ぐらいで再開、あ、マイクが、マイクはどこでしょう。えっ、ー、と、あと30秒ぐらいで再開したいと思います。 はい。はい。はい、えっ、ー、とですね。じゃあ、あの、休憩というか皆さんの作業の時間は終わりにしまして、まあ、これ、個集合どうなるかと。えっと、これ、こんな感じですね。えっと、これ、あの集合ですので、今、この、あの、こう、いくつかこう、書いてありますけども、この、あの、個、個を並べる順番は別に、あの、どうでもいいです。順不動です。けども、この丸カッコの中に書いてあるものは、それから V1、V2 って、これ、この順番で並べなくてはいけません。それはその V1 が、 あこの,の,の,の V1 から V2 に向かっている子において V1 が支点であって V2 が終点であるということがちゃんとこの順番で表されるということが重要です。で、ちょっと着目してほしいのは、この間には V3 から V5 に向かっていく子もありますし、V5 から V3 に向かっていく子、これ両方ともあります。でそれは V3、V5 ということを V5、V3 ということとして違うものとしてこれ区別されるということになります。でこれは十分注意をしてください。 あとですね、この V6 から V6 に向かっているこっちがあります。V6、V6 ってこういうペアになっています。で、こういうもののことを、あの、こういうものってその自分自身に戻ってくるその視点と終点を同じとするようなこのことを、あの、自己併壕とか、自己ループとか、そういう名前を使っていることがあるんですけども、まあ、この授業では今後出てくることがないはずなので、まあ、あんまり気にしないでくださいと。だから、ま、一般的に、あの、 有効グラフという場合にはこういうものもある可能性があるということになるので、それは注意をしてください。はい。で、も後でちょっとこれ見ていただいて、自分が書いたものとちゃんと合っているのか確認をしてください。よろしくお願いします。はい。でですね、えっ、ー、と、ちょっとあの、今後使う記法があるので、それを説明します。で、これはちょっと癖があるので、ちゃんと説明しようと思うんですけども、えっ、ー、と、頂点、あまあ有効グラフがありまして、頂点 V を一つ固定します。で、この V を終点とする個全体、 のことをデルタマイナス V と書きます。だから何かっていうと、えっと、気分としては、じ,じゃあ気分はず書きますけども。気分。V っていう頂点があって、そこからこう、いくつかこう、個が出ていると。で、この出ていってるこの個の集合のことをデルタマイナス V と書きます。嘘です。これデルタプラス、ス <laughs> 終点とするんだから。こういうところでやっぱり終点として間違える。これは、えっと、後で説明するデルタプラスなんですけども、えっと、 じゃじゃ、デルタプラス説明しますね。えっ、ー、と、これですね。V を終点とする個全体の集合のことをデルタプラス V と書きます。だからこちらはこれデルタプラス V です。あれ違うぞ。両方これ終点と書いてある。これは間違ってますね。で、どちらが正しいかがですね、パッとわかんない。で、えっ、ー、とですね、これはですね、下の例を見るとわかるはずなので見ると、じゃあ、えっ、ー、と、この V を見ましょう。 だから、えっ、ー、と、今は、私は今バグったので、えっ、ー、と、ちょっとこの図はですね、決してなかったことにするということにしまして、さて、えっ、ー、と、じゃあ V5 を見ましょう。もうこの例の通り。V5 を見ましょう。例は多分正しいはず。V5 を見ましょう。V5 ここですね。V6 ここです。で、V5 から出ていっている子は1個しかいません。V6 です。あ、違う違う違う違 AQ っていう子しか出ていってません。すいません。なので、V5 から出ている、V5 を視点とする子は AQ しかないってことなので、えっ、ー、と、 デルタープラス V5 は AQ です。だから、どちらが正しいか今わかりまして、こちらが視点ですね。すいません。はい。だから出ていってる方です出ていってる方がなんかプラスのイメージ。イメージわかんない。わかんない。私もわかんないですけどプラスが出ていってるっていうイメージです。で、入っていってるのが、えっと、マイナスのイメージ。なんででしょうね。<laughs> 入っていってるのがマイナス。あんまりイメージできませんけども、まあ、例えばその V5 っていう頂点がありましたら、 頂点がありましたら、そこに入っていってる子が、えっと、A5、A6、A7 とありますので、V5 に対して、そのデルタマイナス V5 っていうのが、A5、A6、A7 という子の集合になります。で、大丈夫ですかね。で、次の例があります。V1 がありますね。V1 っ見ましょう。V1、V1 は。これ選べないんですよね。V1、これですね。V1 があります。で、V1 に入ってくる子はありません。 入ってくる子はないので、V1 に対して、その入ってくる子の集合、V1 を終点とする子の集合は、選べない。この集合は空集合です。ですかないから空集合です。で、ちょっとあの、まあ、あの、これ空集合、これ、まあ、これ空集合です。これ空集合です。空集合です。一方で、V1 から出ている子の集合は A1A2 なので、デルタプラス V1 は A1A2 になると。で、ここで、 ようやく、ちゃんと定義が、えっと、えっと、わかったので、えっと、先ほどのイメージ図を書くと、V から出ているこの集合が、えっと、やっぱり正しいでしょうね。デルタプラス V <laughs> になってまして、V に入ってくるこの集合がデルタマイナス V という形になるということになります。だから、出ていってるのがプラスのイメージ。入ってくるのがマイナスのイメージ。イメージは、 できないかもしれませんけども、今後こういう記法を使っていくということになるので、まあ、いちいち言っていこうとは思いますけども、えっ、ー、と、これは今後使っていきますし、皆さんも使ってよろしいということになります。はい。で、次ですね。で、えっ、ー、と、これで、まあ、有効グラフに関する、まあ、基本的な定義が終わりになって、ここからですね、その、いよいよこの、流れるものをちょっと考えていくことになるので、まずその、流れ、まあ、今後、流と言っていきますけども、先ほど、あの、訓みすんなっていうふうに言ったんで、あの、ここからは、あの、この、流れっていう漢字を使って、流と、 お読みをしてきますけども、この竜が何なのかってことを、えっと、定義してきます。で、 ままずまそもそもなんかネットワークっていう言葉があるんですけども、まこれ、ここに書いてあるそのネットワークの定義は数学的な定義ではないんですけども、まネットワークといったら先ほどの有効グラフになんか別の情報がくっついてるものだと思ってください。で、今後その最大流問題とか最小費用流問題を扱うときには、えっと、各個に対して容量とか、えっと、費用とかっていうような情報がついてるというものになります。で、まそういうものを、まあ、ネットワークというふうに呼ぶというふうに思ってください。で、まずはですね、この容量っていうものが各個についてる場合のことを考えます。で、そういうね、 ネットワークにおいて、流というものが定義されるということになります。で、どういうことか。左定義をします。えっと、設定としてはこういう形になってます。あ、これ書くつもりなかったんですけども。えっと、これですね。で、まず有効グラフがあります。G。G イコール VA と書いったら、この有効グラフは G なんだけども、その頂点集合が V であって、個集合が A であるというふうに書いてると思ってください。はい。で、この、えっと、有効グラフ G の二頂点 S と T を2つ定めます。1つずつ定めます。 で、あと、各個に対して R、R プラス。これは、皮膚実数全体の集合だと思ってください。えっと、だから、各個に対して皮膚実数を割り当てるような関数、U っていうのが与えられています。で、これは、あの、イメージとしては、各個に対して、容、まあ、量と呼ばれる量を与えているというふうなイメージを持ってください。で、下にはこれ、例です。えっと、これは6個の頂点を持つ有効グラフで、えっと、左上に S、右下に T っていう2つ、その、 区別された頂点があります。で、各個の上にこうだから数値が割り振られているんですけど,もけども、それが各個に対する容量であるというふうに思ってください。それは、まあ、ケースに書くと右のような話になっていて、竜 SV1 っていう個があるんですけども、その容量、竜は2であるとか、こういう形で書かれていることになります。で、 今この、ちょっと、じゃあ今、今から細かい話をします。なんかこれ、だから USV1 って書いてあって、この、この、この書き方をすると、U っていう関数は S と V1 っていう2つの引数を取る二変数関数のように今書いてます。でも本来は U っていうのは個という一つの引数を取って、実数を返す関数なので、本来、正確に書くんだとすると、USV1 という個は2であるっていう、こういうふうに書く必要があります。が、 面倒なので、この二つ、その丸カッコを重ねることはせずに、あたかも、えっと、二変数で、二変数関数であるかのように、この一変数関数を書きます。っていう、記法を使っていただきたいですし、皆さんもこの、えっと、略記ですね、省略した記法を使っても良いということにします。だからその点は、ちょっと、まあ、形式的には、 注意がいるんですけども、まあ気分はわかるということなので、それはご注意ください。で、まあ気分でやっていくっていう言い方はしないけども、まあこれはそういうその略記法だと思ってください。で、こういう状況において、ここにそのフロー、ビューの定義があります。で、S と T っていう二つ頂点を今定めているので、ST 流っていうそういう言葉を今から定義します。で、ネットワーク GU、あこれはその有効グラフ G に対して U っていうその情報がついてる。ネットワーク。 があります。とで、次の二条件は次のページで説明します。で、まず、この ST 流っていうのは、えっと、各個に対して、またその皮膚指数を割り当てるような関数であるってことをまず理解してください。だから今から、この各個に対して何か数値が割り振られます。で、その数値が次の二条件を満たしている必要があります。 その二条件を満たすもののことを GU というネットワークにおける ST 流と呼びますということになります。で、この ST 流っていうのが今後ずっとこの授業で付きまと、付きまとってくる概念になると。だからちゃんとここで、えー、と理解してほしいということになります。ここまでいいですかだから今からこの各ンに何か値を割り当てるんだけども、その値、割り当てられた値っていうのは今から言う二条件を満たします。出す必要があります。で、何なのか。えっと、 あ、だから、えっと、今、その、値、値の例はこんな感じです。で、えっと、このあ、えっと、割り当てられたこの F の値のことは今後ですね、この四角で囲って赤で、えっと、表していくということにします。だから、これは、例えばこの SV1 っていう子に対しては2という値が F で割り当てられてる。こんな形になっていくと。で、こういう記法をしていきます。青い方は容量です。今後、青があったらこれ容量だと思ってください。これ嘘かもしれませんけども、おそらくずっと青は容量で使っていくはずです。<laughs> っていう。 形で、ラテフィフ D は定義をしてるんですけども、その、決まりを自分で破る可能性があるので、あんまり強く言えませんが、まあ今日はそういうふうになってます。はい。で、二条件とは何なのか、順番に言っていきます。まず一つ目、これ容量制約と呼ばれている条件で、任意の子に対して、この赤い値、F の値は、青のこの、えっと、容量以下であって、なおかつ0以上じゃなくてはいけない。で、この不等式を必ず満たします。 で今、ここに書かれているこの F2 の値、この四角で書かれている値はこれちゃんと満たします。例えばこの2っていう四角い値は0以上であるし、こ,この容量4以下であるという形になっているということになりますで。それはどの項を見ても成り立っているということになっています。ここ、この真ん中の項、この V1 から V4 に向かっている項の F の値、これ0なんですけども、これはもちろん0以上だからこれも OK とうなります。 で、一応、あの、もう一度、あの、復習しておくと、この u っていう関数は、そもそも、えっ、ー、と、どれも皮膚実数を取ることになってますので、えっ、ー、と、えっ、ー、と、このような条件を満たす f が存在しないことはありません。<laughs> 何を言ってるかわかんないです。まあ、じゃあ、まあ、今言ったことは、まあ、正しいんだけど、無視してください。はい。まあ、えっ、ー、と、いずれにせよ、この条件を、この st 流は満たしている必要があります。ですね。 だから、そういう意味で、この U っていうのは容量と呼ばれています。この容量を超えて、えっと、流すことはできませんよっていうのは意味合いだと思ってください。で、このまあ F っていうのは、このなんか流れをイメージしてるんですけども、流れをイメージするときに、例えば V1 っていう頂点に対して、このなんか矢印に沿ってですね、この2という量がこうなんか流れついてきているというふうに、まあ、イメージしてほしいわけです。 で、皆さんのその物理的なイメージを、えっ、ー、と、信じると、に流れ着いたんだったら、その流れてきたものはちゃんとそのまま出ていってほしいと思うわけです。そういうのはですね、皆さん電気回路とか勉強したことあると思うんですけども、電気回路においてはキルヒホフの法則と呼んだりして、流れてきた電流はその端子において全部ちゃんと、入ってきた量が全部出ていくという形になっているわけです。で、その法則はこの ST 流においても成り立っていなくてはならなくって、それを次の条件にという形で書きます。はい。 で、それがこれ条件です。で、まあ、先ほど、まあ、キルヒホフの法則っていうふうに言ったんだけども、まあ、それは電流においてはそうやって言うんだけども、まあ、一般的にというか、この ST 流の文脈では流量保存制約というふうに言ったりします。で、それは何かっていうと、今言葉で言った通り、各頂点を見たときに、そこに入ってくる総流量と出ていく総流量が必ず釣り合って等しくなってないといけないということです。で、日本語で言うとそうなんだけども、式で書くとこうなりますというのはこの式です。で、この式をちゃんと読み解くと。まず考える頂点は S と T 以外の頂点です。 このマイナスっていうのはこの集合の引き算だと思ってください。はい。で、S と T 以外の頂点 V においては、V に入ってくる総流量はこの左辺です。で、これどう読むかっていうと、これ,これシグマなので、これ総和を取ってます。で、何の総和かっていうと、FA という、A という個の上に流れている、その F の値の和を取るんだけども、どんな A かっていうと、A は、この下に書いてあるこの条件を満たしている必要があるというわけです。 で、ここで、先ほど私が定義を間違えた、Δ、デルタマイナス V っていうのがあるんだけども、これは何だったかっていうと、V に入っていくこの集合です。V を終点とするこの集合ですね。だからその V に入ってくる、この上を流れている流量を全部足したものが左辺です。いいですかで、同じような式が右辺にあります。 で、右辺と左辺どこが違うかっていうと、この、えっと、シグマの下だけが違います。シグマの下を選びたいんですけども、青で。で、これは、デルタプラスなんです。で、プラスってことは何かっていうと、これは V から出ていく、この集合。 ちょっとね、字が汚くて申し訳ないですけども、ちょっとこのタブレットで字を書くというのは未だになれなくてですね。まあ別にあのタブレットじゃなかったら字が綺麗なのかとかって言われるとそういうでもないので、あんまりちょっとあの、言い訳にはならないんですけども、まあ一応、まあ口でも言っていて、まあ発音がいいかどうかもまた別の問題なので、まああの、まずいものとまずいものを足したらですね、うまくなるっていうそんな料理はありませんが、えっ、ー、とそういうものだと思ってもらって、えっ、ー、と V から出ていくこの集合です。何を言ってるかわかんないですね。えっ、ー、と、デルタプラス V は V から出ていくこの集合で、それによってこの、 右辺っていうのは、右辺っていうのは V から出ていっているその F の値を足したもの。だから V から出ていっている流れの総量を表していると思ってくださいで。で、それが、あの、等しい、つまり釣り合ってないといけないということが S と T 以外のところからでは成り立っているというふうになっていると。で、だから気分としては S からなんか湧き出した流れが T に吸い込まれていくんですけども、途中の頂点においてはその流れは釣り合っていないといけないと。とそういうふうに思ってください。 まあ、その、まあ、定義上は S から流れているとかっていうような意味合いはあんまりないんだけども、まあ、その S と T 以外のところではちゃんと釣り合っている必要があって、どのこの上でも容量を守ってなくちゃいけないというのが ST 流の定義です。今、条件2つ言いました。ですね。えっと、この流量保存制約と、このページの容量制約です。で、この2つです。これだけです。もう我々はずっとこれを一学期間扱っていくので、まあ、ここでちゃんと定義を確認していただきたいと。 で、定義のまとめが次になります。ですね。えっと、ST 流といったら先ほど言った容量制約と流量保存制約を満たすもののことを言うということになります。よろしいですかはい。で、次に何が来るのかっていうことをもう記憶してなくてなんだろうな。ちょっとじゃあページめくってみて考えますね。 あそうですね。で、えっと、先ほど言った通り、この ST 流っていうのは、えっと、まあ、先ほど、あの、先ほどのイメージは電気回路のようなイメージで言ったんですけども、まあ、もう、もう少しなんか、あの、非近な、身近な例で言うと、まあ、水の流れをイメージしてもらってもいいかなと。で、まあ、S からなんか、湧き出た水が T になんか吸い込まれていくという形になってると。で、この、えっと、2とか、このあの、F の値は、その、このあ、まず、このネットワークの広このこが、なんかその水の、 水が流れていくなんかパイプを表していると思ってくださいと。で、この容量っていうのはそのなんかパイプの太さにまあ対応するというふうに思ってほしいわけです。だからそその数値は小さければ小さいほどそのパイプは狭いというか、そんな形になっていると。で、それによってまあ容量を表しているということになります。で、えー、っと、この赤い数値、F の値っていうのはそのパイプの上を流れている水量を表しているというふうに思ってほしいわけです,でそうす。そうするとその水量っていうのはパイプの太さを超えられない。 っていうのが容量制約に対応するということになります。で、えっ、ー、と、そのなんか V1 とか V2 とかっていうのはそのなんかパイプが集まっているところなんだけども、そういう、まあ、どの場所においても流れてきている水量と出ていってる水量がつい合ってるっていうのが定常状態における流れが満たしている条件なので、それが ST 流においても成立しているという形になっているということになっています。で、まあ、その今この、まあ、右の図は水が流れているイメージとか言っときながら水が赤いんで、 この水は何なんでしょうと表か化もしれませんが、それは置いといて、まあそういうイメージを持ってほしいということになります。で、一つもう一つ重要なのは、水は流れなんだけどそれはだから向きを持ってるわけです。そう、水っていうのはこの、あの、この、えっ、ー、と、各個が指定している向きにしか流れません。で逆、逆、逆向きは流れない。という形になっています。で、だからまあ逆向きはそもそも、まあ、まあ流れないと思ってください。イメージにおいて流れない。だから、まあこのパイプはなんかこの向きがついていると。 いだただなんか、なんか、なんか、なん,なんか、弁がついていて、逆向きに流れないようになっているというふうに思ってほしいということですね。で、解きたい最適化問題は何かっていうと、水の流れのイメージでいうと、まあ、S から湧き出た水が T に吸い込まれていくんだけども、できるだけたくさん流したいっていう最適化問題を解きたいということになります。で、その、じゃあ、たくさん流すって何なんでしょうってことをちゃんと定義する必要があって、それが次の話になってきます。 はい。で、それがその最大流問題の定義になるということになります。はい。じゃあ、最大流問題を定義するために、まずそのたくさん流れてるってことを表すためのその評価方法を言います。で、それは ST 流に対して値っていう数値を割り振ることで考えます。で、それは何かっていうと、先ほどのイメージで言うと S から湧き出ている量そのものです。そのことをこの ST 流 F の値と言います。で、この値は 値です。国読みです。これはですね、もう、あの、もう、わ、ま、かんない、わかんないで言っちゃいけないんですけども、あの、これ、あの、伝統的に数学でもこれ値なんで、まあ、国読みなんですけども、まあ、あの、まあ、それはちょっと、あの、センスがないかどうかちょっと、ここで言うとですね、ちょっとはばかわれるんで、まあ、これは値と読みます。ST 流、F の値は、まあ、直感的に言うと、この S から分出ている少量です。で、それはどのように定義するかっていうと、ここに書いたように定義します。 で、まず、えっと、記号なんですけども、えっと、f というその関数に対して、このバル f と書いて、この値を表すことにします。だから、この、だから、そのバル f と書いてたら、この f の値を表すというふうに思ってください。あ、バルバルは、バリューの、はじめ3文字だけ取ってきてると思ってください。で、ここに書かれている式は何でしょうとこれをまず説明します。で、これ何かっていうと、fa の和ですけども、fa で、そこからなんか fa の、 をの輪を引いてるんですけども、まず足してる方何かっていうと、これは S から出ている総流量です。じゃあ書きますね。前の方は S から出ている総流量です。なんでかっていうと、これはその FA の輪なんですけども、もう A をどこでと、動かして輪を取ってるかっていうと、デルタプラス S。 に入っている A をすべて見て FA のを取ってるわけですね。で、デルタプラス A は何だったかっていうと、ちょっと書きませんが、口で言うと S から出ているこの集合です。だから S から出ているこの集合に対して、その個の集合の要素 A の FA を足すと S から出ている総流量が得られるわけです。で、一方で、この図ではないんですけども S に入ってきている流れもある可能性があります。この図ではないんだけどね。だから S に入ってきている S, s に入ってきている子があって、その上なんか流れている可能性あります。でその分は引く必要があります。実質その分は流れていないわけだから。だからそれを引いているのが後ろの分です。だからこれは、えっと、何を引いているかっていうと、s に入ってきている総流量を引いています。だからこれは後ろの輪は何かっていうと、s に入る総流量です。でそれによって、s から正味どれだけ流れが出ているんですかっていう量を 表せたのが、この ST 流 F の値というものになるということになります。いいですかで、やりたいのは何かっていうと、この値を一番大きくするような ST 流 F は何ですかという問題を解きたいのです。<laughs> なぜかわかんないけど <laughs>。それは先ほどの、えっと、水の流れのイメージでいうと、たくさん水を流したい。なんか、 そういうイメージ湧きますかねわかんないかもしれませんけども、まあそういう要求があると思ってください。で、たくさん水流したい。どんだけ水流せますかっていう問題を今から定義しますけども、それを最大流問題というふうに言います。ここまでいいですかこれは今、値を定義しました。はい。あんまりちょっとですね、教室の人向けになんかこのスクリーンにて、あの、を指さしたりすると、 ズームの人見えないですし、YouTube でも何やってるかわかんないので、あんまりやらないんですけども、だからそれは、本来はね、かスクリーンとか指差したいんですけども、自重してます。はい。で、定義をします。最大、で、まず最大流とは何なのか。最大流とは今の意味で、値が一番大きい ST 流のことを言います。で、それを、じゃ値が一番大きいって何なんでしょうかってことをちゃんと定義するために、ここでは、えっ、ー、と、このような、えっ、ー、と、数学的な定義を書いてます。まず、F は ST 流です。 で、その ST 流 F が今考えているネットワークの最大 ST 流であるとは何なのかというと、他のどんな ST 流、任意の ST 流 F' っていうのを考えたときに、F' と F の先ほど言っていたい値が F' の値以上になってますよ。という条件をどんな ST 流 F' を持ってきても満たしている。 ような F のことを最大 ST 流と言います。だからこれどういうことかっていうと、ST 流の中でこの割る値というものが一番大きいもののことを最大 ST 流と言っていると。で、それをまあ式で書くとこの話になるというふうに思ってください。よろしいですかだいたいこのなんか最大なんとかとか最小なんとかっていうときには、任意の他のものに対して自分が一番大きいとか自分が一番小さいっていうふうな形で定義する形になりますが、それをまあここでも踏襲してます。 はい。で、重要なポイント、中があります。今からこの最大 ST 流を見つけるってことをしていきたいんですけども、見つけると言ってるんだったら、まずそれがそもそも存在している必要があります。しかし、この定義だけからは、そういうものが存在するかどうかってことは、自明ではありません。だから、一番何か値を大きくしようっていうものを見つけようとかって言ってるんだけど、そういうものがそもそも存在するかどうかわかりません。この定義だけでは。 ただ、実際は存在します。だからだから存在するから見つけるっていうような問題が作れるんですけども、あとの講義でちゃんとこれは存在するってことを言います。だから、皆さんも、なんか、あの自分のなんか手持ちの問題に対して、最適化問題とか定義したりすることがあるかもしれませんけども、そういう時に本当にその性質を満たすものが存在するかどうかってことは、覚えてください。気にしてください。で、まあ、そういうものがちゃんと存在すると保証されたら、じゃあ、それを見つけましょうっていう態度を、 できれば持ってほしいと思います。まあ世の中ですね、工学的にはですね、そんなこと気にしてる場合じゃありませんっていうこともあったりしてですね、まあ、解があるかどうかもわかんないけども、もう見つけてるとかってことはあったりするんですが、できればそういうことは避けていただきたい。まあ世の中にはですね、あの、あの、なんでしょうね、ナビエストークス方程式とかって偏変微分方程式があって、声が存在するかどうかすらわか,かってないけども、みんな解いてるっていうわけのわかんないものがあるんですけども、えっと、そういうことは、 まあ避けてほしいというか、これもちょっと炎上する可能性ありますけども、えっ、ー、とですね。まあ、可能ならば、ちゃんと解が存在することを確認してから、それを見つけるってことをしてほしいというふうに思います。で、まあ、最大流というのは存在するので、次のきような最大流問題っていうものが考えられます。何かというと、有効グラフと2つの頂点 ST というのを、 与えて、またこの項の容量関数っていうのを入力として与えます。で、その時に今言った意味でのネットワーク GU に対する最大 ST 流を出力してくださいっていう問題です。だからそれは、これはだからそのアルゴリズム的な問題です。その、なんか最大流問題を解くアルゴリズムっていうのを作るときに、その入力として G と S と T と U っていうのを入れたら、最大 ST 流 F スターっていうのを返すようなアルゴリズムを作ってくださいってことをまあ考えるわけです。 で、まあ、実際にこれを後でやる、後って言った、あの、この後の講義でやっていくということになります。で、まあ、これを解いていくっていうのが、まあ、この半年間の前半の目標になります。ここまでいいですかここまでいいですか先ほどの例あったんですけども、これじゃちゃんと言ってませんですけども、これは S から赤いのが2、 1> に1出ていってますから、で、入 S に入ってくる理由はありませんから、この ST 流においては、ST 流 F においては、その値っていうのは5になります。もしかしたら、この値を5よりも大きくするような ST 流が、このネットワークには存在するかもしれません。で、存在するんだったら、ここに書かれている ST 流が最大 ST 流ではありません。ということになります。 でそういうものがなければ、ここに書かれている ST 流は最大 ST 流ですということになります。で、こういうなんか ST 流が与えられたときに、それが最大 ST 流であるのか、そうでないのかってことを、まず判別したいんです。で、最大 ST 流じゃないんだったら、これよりも値が大きい ST 流存在するはずだから、それを見つければよいと。で、そうじゃないんだったら、これは最大 ST 流なんだから、アルゴリズムにおいてはこれを出力すればよいという形になります。 ということなので、まずアルゴリズムを考える前に考えてほしいのは何か ST 流が与えられたらそれが本当に最大流なのかどうなのかってことを判定するって問題です。で、少なくとも前のページに書いてあるような最大流問題を解くアルゴリズムというものがあるんだったらそのアルゴリズムは先ほどのような判定をできているはずです。だから、判定をするっていうプロセスはアルゴリズム、先ほどのアルゴリ最大流問題を解くというアルゴリズムを設計するよりも簡単なはずなんです。 で、まずはそれを考えたい、ことになります。で、そういうような条件のことを最適性条件っていうふうに言うんですけども、まずはこれを考えるってことをします。これは次回の話題になります。で、それを、そのまま条件なので、数学的な条件です。だからこれは数学的に導かれます。で、この条件をじーっと見る、あるいはこの条件を証明する手法をじっと眺めると、そこからですね、アルゴリズムが自然と湧き出てくるという、不思議な現象が次回起きます。対応してください。 もう期待しかないですね。あの、あのあの期待をですね、強制するという、今非常に嫌ないことをしてますけども、えーと、そういうことになりますので、次回そういうことが起きるんだというふうに思ってください。で、これが最大流問題の話です。で、この授業で扱う話はもう一つ最小費用流問題というものがあって、これが何なのかということを最後に紹介して、今日の授業は終わりにします。 十五分ぐらい待っも、まあ、そんな時間使わない。あんまり、いろんなこと言ってると終わらないんで、ね、やりますね。最初費用流問題を定義します。で、これどういう問題かっていうと、費用っていうものは出てくるので、今まで考えていたネットワークっていうのは、有効グラフと、えっと、容量を表す関数 U っていうものが与えられていたんですけども、最初は用流問題を考える場合には、それに加えて費用っていうものも与えられます。で、費用って何なのか。えっと、えっと、今のまでの設定は、有効グラフ、 ここに頂点 st があって、個の容量関数 u っていうのがあったんですけども、それに加えて、個の費用関数っていうのも与えられます。これ今後 c と書いてきます。で、c は各個に対して皮膚実数を与えるような関数です。だから、今、今ですね、この各個に対して2つのなんか数値が与えられているこういう形になっています。で、これは左側が青で、右側が緑って色を持ってるんですけども、皆さんには判別できないかもしれません。だけども、まあ、左側が容量で、右側が費用だというふうに思ってください。 で、今後この気泡を使っていきます。で、私がずっと一貫していられるんだったらば、青は容量、緑は気泡。で、F に使っている赤が流流れを表すっていうカラーコードをずっと使っていきたいんですけども、それをずっと統一的に使っていけるかどうかは自信がない。けども、まあ、今日はそうです。今日はそういう風に色になってますね。そういう風に思ってください。で、何なのかっていうと、例えば今この S から V1 に向かっている 子においては、その容量は2であって、費用は1ですというふうになっていると思ってください。で、そういうふうに2つの数値ですね。費用、えっ、ー、と、容量と費用っていうのは各子に対してついているという形になっています。で、そういう設定です。で、そういう設定において、先ほど定義した ST 流っていうものを考えます。F、考えます。で、ST 流の費用といったら何かっていうと、ここに書かれているような数値のことを言います。で、まあ、それは今後コスト F っていう形で、 表記するんですけども、それ何かっていうと、まず一言で言うと、各個を流れる流量に費用をかけたものの和です。これは式をそのまま言っただけなんですけども、えー、っと、もう一度日本語で言うと、流量、各個に対して流量と費用をかけてそれを足し合わせたものが、その流れ、流の費用です。 だから C で言うと、こうなっていて、CA と FA をかけてたで足してますと。で、どの範囲で足してるかっていうと、すべての個 A に対して足してると,ということになります。じゃあ、今この例を見てみましょうと。この例においては、個がですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9。あります。で、えっと、はじめのこの S から V1 に向かっている個においては、費用が1で、流量2ですから、1×2 をこのコストに足します。 で、次はどこかわかんないんですけども、2、1。多分ここですね。えっ、ー、と、S から V3 に向かっている項を見ると、費用が2で、えっ、ー、と、流量1なので2、2か91を足します。ってことを、すべての項に対してやっていきます。そうすると、この9個の項が出てきます。で、これ足すと、この場合29になるはずです。ちょっと私、ちょっと足し算に自信がないので、ちゃんとこれ29正しいかどうかっと確認していただきたいんですが、まあ、29になると。 でそれが、ここに書かれている ST 流 F のコストになります。費用になります。いいですかじゃあ、最初、費用流問題と言ったら何なのかってことが次に、えっと、定義されるんですけども、えっと、この費用を使って定義します。で、これはややこしい。ややこしいので、えっと、順番にまず説明します。入力としては、 先ほどの最大流問題の時と同じように有効グラフと二乗点 st そして高容量関数が与えられます。それに加えて費用を考えるので高費用関数も与えられます。で、もう一つ b という非較実数が与えられます。これは何なのかということは後で説明します。で、これを与えたときに次を満たす st 流 f s t a を出力してくださいっていう問題です。で、実を言うと そのようなものがない場合が、この最小費用問題においては起き得ます。ので、ない場合はないと答えてくださいということになります。で、どういうものを出してほしいか。まずですね、この、F、ST 流 F スターの値は B でなくてはいけません。だから、B だけ流すってことはもうこれ決まってる。だから、その流す、その ST 流の値を定めているのはこの入力の B だと思ってください。 だから、もう、だから、ちゃんと書くと、P っていうのは、えー、っと、えー、っとん、ST 流の値を定めるものだと。そういうふうに思ってください。定める,定める,定める値っていう言い方は、値が重なるからよろしくないんで、実数と書きますね。定める実数です。で、えっと、その出力する、 st 流というのがまず一要件です。要求です。で、もうちょっと何かっていうと、この流量が B であるような他の st 流 F を持ってきたら、その F と F スターのコストを比べると、F スターの方がコスト小さい、あるいは等しいですよと。だから、B だけ流しますよという要件の下で、その st 流 F と F スターを比べると、F スターの方がコスト小さい、費用が小さいですよと。ま イコールでもいいんですけども。っていうこと。だからそれは B だけ流すという中では F スターがコスト最小のものですよ。ということを意味していると思ってください。だから何かっていうと B だけ流すんだってことはまず決まっていると。で、その中で費用が一番小さい ST は何ですかってことを通ってる問題だと思ってください。で、実は B の値によってはそういうものがない可能性があります。例えば B の値がそもそも最大 流問題の最適値よりも大きいっていうと、今通じないかもしれませんけども、えっと、だから、なんだろう、ネットワークでそもそも流せる量よりも、たくさんこの B っていうものが流すことを要求している場合には、そのような ST 流存在しませんから、ないと答える必要があるっていうような形だと思ってください。で、で、そうじゃない場合は、まあ B だけ流すんだけども、その中で一番費用が小さいものを見つけるという問題です。これが最小費用流問題です。いいですか だから流す量は決まっていて、その流すという制約のもとで費用を一番小さくするような ST 流を見つけてくださいっていう問題です。いいですかで、これはこの講義の後半で扱う問題になります。じゃあち例を見ると、例えばですね、あの3流すっていうのが決まっているというふうにしましょう。で、まあそれをここにちょっとこの、もう S には3流す。 で、3流したら t から3出てくる必要があるんですけども、そういうことはまず決まっていると思いましょうと。で、そういう状況の問題が、今、問題がそない,といわゆるインスタンスが与えられていると思いましょうと。じゃあ、ここにじゃあ、どんだけ今から流せば、最初、えっと、費用が最小のものが得られますかと,と考えると。で、例えば、まあ、こんな感じ流すとで。そうすると、これはですね、3流れてます。s から3出ていってますから、1足す1足す3出ていっていて、全体を見ると、ちゃんと、えっと、療量制約と、 流量保存制約が満たされているということが確認できるので、これは値3の st 流です。じゃあ、費用は何でしょうと言ったら、それは各個に対して、費用と流量をかけて足し合わせたものという形になるわけです。で、頑張って計算すると、これは19になるはずです。で、問うのは何かっていうと、3流すという条件の下で、この19というあの値よりも、19という,、まあそうですね、実数よりも、 費用を小さくするような ST 流がありますかってことを考えてほしいわけです。そうそう。先ほどのその最大流の時と,と同じで、こういうものが一つ与えられたら、それが本当に最適なものなのかってことを考えてほしいということになるわけです。で、例えば、この場合は、えっ、ー、と、別の実は ST 流があって、まあこんな形で流すと。上、ここに、1、0と流して、まあうまくや、全体流すと、これも、えっ、ー、と、なんだっけ。 容量制約と流量保存制約を満たすので、ちゃんと ST 流になってます。で、流量、えっと、流れの値は3になっているという形になりまして、で、えっと、費用を頑張って計算するところ12になると。ってことは、この元々先ほどの前のページにあった F1 っていう ST 流は、最小費用流、その費用を最小にするような ST 流ではなかったっことが、まあ、こういうその F2 という別の ST 流で値が3のものの存在からわかるということになります。 いいですかじゃあ、この費用12という ST 流 F2 っていうのは最小費用の ST 流なんでしょうかってことになると。もしかしたら12よりも小さい費用を持つ ST 流で全体として3だけ流しているものがあるかもしれないわけですね。わかりません。 で、そういうことを考えるのが、先ほど言っていたような最適性条件になります。で、これについては、まあ、あの、あの、この半年間の後半で扱う話になりまして、まず、はじめに最適性条件を与えます。で、その最適性条件をじっと見ると、なぜか、アルゴリズムが湧き上がってくるという、本当に怖いですね。なんかもう、オカルトのような、あの、話をしているようにも聞こえますけども、まあ、あのほ、ほぼ、ほぼオカルトです。 言っちゃっていいのかなえっ、ー、と。だから、なんかその、こういうなんか条件を見るとですね、もう自然ともうアルゴリズムが湧き上がってくるっていう、こういう不思議な現象をですね、のあの皆さんこう体験してほしいわけです。ってことで、えっ、ー、と、それがまあ後半、後半の話になるということになりますので、まあ、ご期待くださいということになります。はい。では、次回以降何になるのかと。先ほど言っていたこの最適性条件をどのように導くのかって話になるんですけども、実はそこに、初めに言っていたこの選挙計画法が絡んできます。 この絡み合いがですね、本当にこの最適化の醍醐味というかですね、あの、なんかここで分かりになるかもしれませんけども、まあこれで感動できると皆さんもしかしたら、こういう最適化に関する思考に対して、向いてるかもしれないということになります。で、まあこ線形計画法を使うことによって最適性条件が導かれるっていう場面があります。で、一方で実は線形計画法を使わなくても最適性条件に導けるっていう方向性もあって、 えっと、それも紹介します。で、最適性条件を見つめていると、先ほど言った通り、そこからですね、自然とアルゴリズムが湧き上がってきてですね、得られるんですね、アルゴリズムが。怖いですね。ということに、次回、なる、わけです。で、次回何があるかっていうと、最大流問題に対して、線形計画法を使わずに、最適性条件を見つめていきます。で、そうすると、自動的にアルゴリズムが得られるって話をします。怖いですね。 でも、まずそれを味わうっていうのが大事なので、これをやります。で、これは割と、この最大流問題を扱う話においては基本的な話であって、皆さんがもし、えっと、 学域、学部においてグラフトネットワークっていう授業を取っていたり、まあ、あるいはそれに類似するような授業を取っていたりすると、もうそこですでに扱っていることがあるかもしれない内容です。まあそうであってもこれはすべての基本なので、ちゃんとここで扱うってことをします。で、それが次回の内容で、次回はその最大流問題の最適性条件を導出して、そこから自然とアルゴリズムが湧き上がってくるという不思議な体験をするということになります。で、それを次回行って、次回はもう線形計画法を使って最適性条件を導くってことをしたいので、まず線形計画法の復習から始めていきます。 で、それ、そこにおいては、皆さんが選挙計画法のことを知っている必要はありません。まあ、知らなくても分かるように私は努力しますし、皆さんも、えっと、それについてきていけるような形に、授業は組んでるはず。なので、まあ、そういうつもりでご期待ください、ということになります。はい。では、今日の授業はこれで終わりになります。えっ、ー、と、はじめに言った通り、 えっと、授業の終わりにはコメントを必ず投稿してください。で、それが私の生きがいであって、皆さんからの,あのコメントをお待ちしているということは重要です。で、それは Google Classroom を見ていただくと、えっとそそ、そ、そこからですね、投稿できるようになってますので、Google Classroom に見て、見ていただくと、ありますあります、えっと、ございます。えっと、コメント投稿というところに第1回っていうものがあると思うので、そこを見て、えっと、クリックしていただくと、フォームが開くはずですので、そこから自由に、えっと、はじめに言った通り、まあ、意見でも、 質問でも、えっと、要望でも、ご食の発見でも、えっと、まあ、雑談でも、文句でも、何でもいいので、必ず何か書いて出していってください。というのが、えっと、お願いです。はい。では、えっと、今日の授業はこれで終わりにします。じゃあ、そのコメントを出して、あの、皆さん、あの、コメントを出してから対出するという形にしてください。じゃあ、えっと、今日の授業はこれで終わりにします。ありがとうございます。